ブッシュタイ・ゴア事件は、アメリカ合衆国最高裁判所が2000年12月12日に判決を下した訴訟事件である。この判決により、2000年、アメリカ合衆国大統領選挙が、ジョージ・ W ・ブッシュの勝利に終わることとなった。この判決のわずか8日前に、連邦最高裁は密接に関係した事件である、ブッシュタイ・パームビーチ軍選挙委員会について、 全員一致の判決が下されている。また、わずか3日前には、連邦最高裁は、フロリダ州で行われていた、票の数え直しを停止する、予備的命令を出していた。連邦最高裁は、7対2の多数による、特命意見の中で、フロリダ州最高裁の命じた、投票の数え直しの方法は、アメリカ合衆国憲法修正第14条の、 平等保護条項に違反すると判事した。また、5対4の多数で、フロリダ州によって設定された期限内には、代わりの手段を取ることは、不可能であると判事した。賛同意見を述べた裁判官のうち3名は、フロリダ州最高裁は、同州の議会が制定した選挙法の解釈を誤っており、合衆国憲法2条1節2項にも違反しているとの意見を述べた。 この判決により、フロリダ州州、ストム長官、キャサリン・ハリスが先に言っていた、ブッシュを、フロリダ州の選挙人投票の勝者と認める、胸の認証が維持された。フロリダ州の25票の選挙人投票が加わる、ことで、共和党候補のブッシュは271票を獲得することになり、266票に終わった、民主党候補のアルゴアを破った。なお大統領、 副大統領選挙に勝つためには選挙人団の中で多数である270名が必要である。問題となる大統領選挙は2000年11月7日に行われた。アメリカ合衆国大統領選挙で採用されている間接選挙制の下では各州がそれぞれ大統領、副大統領に対する一般投票を行う。一般の有権者は選挙人団の中で 特定の大統領、副大統領候補者に投票することを制約している名簿に搭載された選挙人に対して投票する。フロリダ州を含むほとんどの州では一般投票で勝利した大統領、副大統領候補者がその州の選挙人、投票すべてを獲得する勝者総取り方式を採用している。過半数を超える270名の選挙人投票を得た候補が 大統領、副大統領選挙に勝利する。2000年11月8日、フロリダ州の選挙局は、ブッシュが投票の48.8%を得ており、1784票の差で勝っていると報告した。この票差は、投票数の0.5%未満であったので、州法で必要とされている、機械による自動的な票の数え直しが行われた。11月10日、 機械による数え直しが一つの軍を除き完了した時点で、ブッシュのゴアに対する票差は327票にまで減っていた。フロリダ州の選挙法によれば、候補者は軍に対して作業による数え直しを要求することができ、ゴアは4つの軍での手作業による数え直しを求めた。これらの4軍は要求を認め、手作業による数え直しを開始した。しかし、 フロリダ州法は同時にすべての軍が選挙から7日以内に州務長官に対し投票結果を認証することを求めていた。いくつかの軍では手作業による数え直しはこの期限までに間に合わないと考えていた。期限である11月14日にフロリダ州巡回区裁判所は7日間という期限は 変更を許さないものであるが、軍は後日投票結果を修正することができると判断した。同裁判所は、また、州都務長官は、州全体の選挙認証に際して、関係するすべての事実、状況を考慮した上で、裁量により、期限に遅れて修正された投票結果を含めることができると判断した。期限である月日午後時までに、ボルジア軍は、 手作業による数え直しを完了し、その結果を認証した。同日午後5時、フロリダ州州、ストム長官、キャサリン・ハリスは、全67軍から投票結果の認証を受け取ったが、パームビーチ軍、ブラワード軍、マイアミデード軍は依然手作業による数え直しを行っていると発表した。ハリス長官は、期限に遅れた提出を認めるか否かの基準を示すと、ともに、 期限に遅れて提出をしようとする軍は、長官に対し、翌日の午後2時までに期限に遅れることの正当性を示す事実関係を書面で提出しなければならないとの要求をした。四軍は書面を提出したが、ハリス長官は、これらを審査した上で、いずれも提出期限の延長を正当化するものではないと決定した。長官は、さらに、 海外不在者投票の結果を受け取った後の2000年11月26日に大統領選挙の結果を認証する予定であることを発表した。そして11月26日、長官はブッシュの勝利を認証し同じ日に訴訟が起こった。2000年12月8日までにフロリダ州における大統領選挙をめぐっては様々な裁判所の判断が示された。 そして12月8日、フロリダ州最高裁は4対3の表決で、州全体での手作業による数え直しを命じた。12月9日、連邦最高裁は5対4の表決で数え、直しの執行停止を命じた。ブッシュ対コア事件の口頭弁論は12月11日に行われた。ブッシュの弁論は、ワシントン DC の弁護士セオドアビー・オルソンが言った。 ゴアの弁論はニューヨーク州の弁護士デイビッド・ボイズが言った。連邦最高裁がブッシュ対ゴア事件を審理している短い間にフロリダ州最高裁は連邦最高裁が12月4日にブッシュ対パームビーチ軍選挙委員会事件で行った要求に答えて説明を行った。本件の得意性と緊急性から連邦最高裁はブッシュ対 ゴア事件について、12月12日、口頭弁論からちょうど16時間後に、判決を言い渡した。物資対ゴア事件の判決の基礎となったのは、アメリカ合衆国憲法修正第14条の平等保護条項であり、同条項は次のように規定している。また、アメリカ合衆国憲法第2条一節二項は、州あたりの選挙人の数を規定するとともに、 本件に最も関係することであるが、選挙人を選出する方法について、次の通り規定している。道場が、フロリダ州政府の一部門のみに権限を与えたもので、あることについては、ほぼ争いがない。また、本件で最も重要な制定法は、合衆国法典第3編第5節であり、道場公は、大統領選挙における、選挙人の任命に関する、 争いの決着について規定している。本件に特に関係するのが、いわゆる、政府ハーバー条項であり、これは、定められた期限までに行われる限り、州が、連邦議会の干渉を受けずに選挙人を任命することができるというものである。選挙人集会の日は12月18日と、設定されていたため、政府ハーバーの期限は12月12日、すなわち、連邦最高裁が、 本件の口頭弁論を開いたちょうど1日後であった。また、28USC1257 は次のように規定している。ブッシュの代理人、セオドアオルソン。連邦最高裁は本件を解決するために2つの異なった問題に答える必要があった。判決の3日前。 連邦最高裁は裁判官5名の多数により票の数え直しを停止させており裁判所はそれを再開するか否かを判断する必要があった。ブッシュはフロリダ州における票の数え直しは各軍の委員会がある投票が適法なものであるか否かを判断するために用いることのできる州全体の基準がない点で憲法修正第14条の平等保護条項に 違反すると主張した。各軍が手作業で各投票用紙を数え直すための独自の基準を用いており、ブッシュはある軍の基準が他の軍の基準より緩やかなものになるということが起こると主張した。従って、二人の投票者が同じように投票用紙にマークしたかもしれないのに、手作業による数え直しに用いられる基準が異なるために、 ある軍で投票した一人の投票用紙は数えられる。一方で違う軍で投票したもう一人の投票用紙は認められないということが起こりうるとした。ゴアは州全体の基準は実際に存在する、すなわち投票者の意思という基準があるとして、この基準は平等保護条項の下で十分なものであると主張した。さらにゴアは 異なる投票者に対し異なった取り扱いをすることになるとの理由だけでフロリダ州の数え直しを違憲と判断するとすればその規決としてすべての州の選挙が違憲であると事実上宣言することになってしまうと主張したそしてどの方法を取るかによって票を数えるにあたって生じる誤差の率も異なるとしたパンチカード方式の軍の投票者は 工学的スキャナー方式の軍よりも票を少なく数えられる可能性が高い。仮にブッシュの主張が通るのであれば憲法に適合するためには全ての州が票の記録について州全体の方法を持っていなければならないことになるとゴアは主張した。ゴアの代理人デイビッド・ボイズこの争点は最終的に本件で最も僅差で判断されることになった。 代理人の弁論では、裁判所が平等保護条項違反を認定した場合に、裁判所がいかなる措置を取るべきかについて、詳しく述べられなかった。しかし、ゴアは、適切な救済手段は、すべての数え直しをやめさせることではなく、適正な数え直しを命じることであると、手短に主張した。ブッシュは、また、フロリダ州最高裁の決定は合衆国憲法2条1節2項に、 違反すると主張した。ようやくすれば、ブッシュはフロリダ州最高裁のフロリダ州法の解釈は極めて誤ったものであり、新たな立法を行っているのと同じであると主張した。この新たな立法はフロリダの議会によって行われたものではないから、合衆国憲法2条に違反するとした。ただし、憲法2条は連邦の司法権に対しては、 衆議会の意思が守られるように、衆の選挙法を独力で解釈する権限を与えているとブッシュは主張した。ゴアは憲法2条は司法による、衆制定法の審査と解釈を想定しており、フロリダ州最高裁は、事故の判断に到達するための制定法の解釈という、通常と変わらない指針に従っただけであると反論した。最高裁判決の要旨は次の通りである。 連邦最高裁は7対2でフロリダ最高裁の州全体の数え直しを求める判断は合衆国憲法修正第14条の平等保護条項に違反すると判断した。連邦最高裁は平等保護条項は個人に対しその投票の価値が事後的に恣意的で異なる取り扱いによって禁じられてはならないことを保証しているとした。仮に数え直しが 理論的には公正であっても実際上は不公平である。記録によれば投票用紙ごと投票区ごと軍ごとに数え直しに異なる基準が適用されていることが伺われる。7対2の匿名意見によれば州全体の基準では各軍が憲法に適合した方法で票を数えることが保障されていない。匿名意見は我々の検討は 本件の事実関係に限定される。なぜなら、選挙の過程における平等保護の問題は、一般的に多くの複雑な問題を含んでいるからで、ある。とした。連邦最高裁は、5対4の多数で、12月12日の政府ハーバー条項による期限までに、憲法に適合した数え直しを行うことは、不可能であると判断した。連邦最高裁は、 フロリダ州最高裁の述べるように、州議会は、州の選挙人が 3USC5 で定められている、通り連邦の選挙に完全に参加することを意図していたと主張した。フロリダ州議会は 3USC5 の利益を得ることを意図していたことを理由に、裁判所は選挙を実質的に終わらせた。4人の裁判官は、数え直しを中止することに反対した。 これらの裁判官は公平の原則を主張した。実際の集計作業は同じ5人の多数意見裁判官によって12月9日に出された差し止め命令によって中断されており、これは期限の3日前であった。もっとも反対意見の4人のうち2人は12月9日までの集計は平等保護の要請にかなったものではなかったことを認めた。反対意見は 多数意見に対する尋常でないほど辛辣な批判が特徴的である。スティーブンズ裁判官の反対意見は次のように結論づけている。申し立て人らがフロリダ州の選挙手続きに対し連邦裁判所において行っている攻撃全体の背後にあると思われるのは明言されていないが票の集計が進んだ場合に決定的な判断をするであろう。 州の裁判官の公平さと能力に対する不信である。そうでなければ、申し立て人らの見解には全く理由がない。当裁判所の多数意見がその見解を是認するということは、全国の裁判官の仕事に対する最も部別的な評価に信憑性を与えることでしかない。法の支配の真のバックボーンとなるのは、司法制度を運営する人々に対する信頼である。 今日の判断によって終わされるであろう。この信頼に対する傷はいつか時間によって癒されるであろう。しかし一つ確かなことがある。我々は今年の大統領選の勝者が誰になるか確実にわかるわけではないが誰が敗者かは完全に明らかである。それは国家の法の支配の公平な守護者としての裁判官に対する信頼である。匿名意見は 厳密に言えば、ゴアによる訴訟を却下したわけではなく、この意見に反しないようにさらに手続きを進めるべく、差し戻した。そのため、ゴアの代理人は、戦いを続けることはできると理解し、フロリダ州裁高裁に対し、フロリダ州法の下で12月12日が最終期限であるとの考えを知りけるようしたてを、することは、可能と考えた。しかし、ゴアは、 フロリダの最高裁裁判官らがさらなる弁論に大使どのように対応するかについて悲観的な見方をした。また、いずれにしても、ゴアが望み得るのは彼の助言者が言った通り、せいぜい争われている選挙人の一部であった。そのため、ゴアは事件を取り下げた。別事件で差し戻しを受けたフロリダ州最高裁は2000年12月22日に、 判決を言い渡したが、そこでは、州法の下で12月12日が数え、直しの最終期限か否かについては論じられて、いなかった。連スと裁判官の賛同意見は、この事件は合衆国憲法が、連邦裁判所に対し、州最高裁判所が、州議会の意思を正しく解釈しているかを評価する、ことを求めている、異例の事件であるということを最初に強調している。通常、 連邦裁判所は、その種の評価を行わないし、実際、本件の特命意見は、その評価を行わなかった。連スと裁判官は、このような本件の側面について述べた後、フロリダ州最高裁における反対意見で述べられた議論を精査し、これに同意した。ありがとうございます。